スタジオに CBC テレビサンデードラゴンズのドラフト担当、小林淳二ディレクターが登場しました。小林さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。今年もスポーンで模擬ドラフトをやっていこうということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年のドラフト市場というのは、はい、どんな感じですかまあ、失礼な言い方ですけども、はい、いつもよりは、まあ、不作というか、<ー>はい、あんまり、 えー、去年に比べるとですけどねそう揃ってはいないかなというところですかね優秀な高校生は進学を表明していたり <laughs>、はい、大学生も志望届を出さなかったという選手も多いみたいですね,ですねはいなんですよで大学生の中でもですね上位じゃなかったら社会人という選手もちらほら有望な選手でいるようなので、はい、まあ他他球団も含めいろいろそのやっぱり いい選手っていうのが少なくなってきているというところでそんな中我らが中日ドラゴンズの指名方針というのは、はい、ここまで取材した結果どんな感じですかえーっとですね、まあ、即戦力というよりも将来性を重視したほ<う>ドラフトになるんじゃないかとただ5年連続 B クラスで、はい 即戦力の投手も野手も欲しいなというファンの思いはあると思うんですが、スカウト陣は違うんです、ね、そうですね、あの、ま、あ今年ですけどもね、あの、ピッチャーの中では、柳投手であったり、えー、鈴木翔太投手、小笠原投手、えー、森監督もおっしゃってましたけれども、経験を積んだというところと、えー、まあ新国、新外国人を今、 調査しているようですけれどもそれにも多分目処が立ってきたんじゃないかあとはまあ FA トレードも含めて、えー、選手の目処がというか、まあ、立ってきたピッチャーに関してはですよと,、えー、あと育成のピッチャーで、えー、濱田智弘投手であったり木下祐介投手であったりという選手の、まあ、支配下登録が今年あるんじゃないかと。 いうことも含めて、まあピッチャーの数も揃ってきたんではないかと、まあそれもあれですよね補強という形になってくると思うので、まあ改めてドラフトで即戦力のピッチャーを取りに積極的に取りに行こうという方針ではないようです。何人くらいの指名になりそうですか。<laughs> まあ大最大で六人ぐらいっていう。 話でですね最大で6人はいつまりリストアップした選手が他球団に取られると5人で終わる可能性もあるともあるということですいうことですねはいわかりましたそれでは参りましょう今年も入れます CBC ラジオ若狭圭一のスポーン模擬ドラフトスタートです <laughs> 1> 第1巡選択希望選手中日 中村昌征、保守、広陵高校。小林さん。はい。中村で来るんですか来ますね。おそらく。広島が、はやまやと、はい。中村昌征選手の一指名を公言しました。はい。競合しますね。競合しますね。はい。ただ、その、競合の可能性と言いましても、えー、まず清宮。 選手がおそらく5球団ぐらいになるんじゃないかという読みと、はい、であとドラゴンズが1位指名にあ候補に挙げてました、えー、田島投手 JR 東日本が23球団、はい、で、えー、ヤマハの鈴木投手も23球団 <A> と考えると強豪となのにしても、まあ、23球団。 に、中村翔成選手になってくると。まあ、可能性的には、清宮と選手に行くよりも高いと。で、やっぱり、あの、最大の法凶ポ,ポイントであります、キャッチャー。まあ、どうしても欲しいと。いう考えだと思います。 キャッチャーが欲しい。<laughs> はい、そして、競合するなら、5球団競合の清宮よりは、2球団3球団の中村。はい、さらに将来性重視ということでいくと、はい、即戦力の社会人ピッチャーよりも高校生のキャッチャーと。はい、そういうことなんですね。はい、改めて、広島県出身、身長181センチ、体重76キロ。高校通算ホームランが44本。このうち6本を夏の甲子園で打って、大会の記録を更新したという。はい 有名なキャッチャーにどうやら一巡目指名行くようだと。はい。いうことですね。わ、ね、かりました。それでは続いてまいりましょう。第二巡選択希望選手。中日。西川真奈や。内野手。花崎徳春高校。こちらは甲子園優勝のクリーンアップ。はい。西川選手ですね。はい。改めてどんな選手ですか えーっとですねあのバッティングセンスが素晴らしいと、えー、9割方が芯に当てて、えー、詰まってもヒットになるし、はい、ジャストビートすれば間を抜けていくという、えー、本当にバッティングセンスに優れたバッターで内野手ももともとやってたということなんで、えー、内野手もできるという、はい、もう 中田スカウト部長え絶賛してました、ね、えー、えー、えー、ええー、え彼が本当にもう一番欲しい選手だとあそうなんですかはい指名順位が2位なんですけど結構高いですねええー、あの他、ー、球団っていうのはやっぱり1位2位っていうのはピッチャーっていうのがおそらく多くなってくるで1位2位でピッチャーが取れれば3巡目で野手っていく可能性が高いんですよね結構ドラフトって。 なので3巡目まで待つと取れないとはあだから2巡目でいっとかないと取れない選手だしぜひ欲しいとどうしても欲しいとそういうことなんですね、はいはい、大阪の出身です右投げ左打ち身長1 8 0ンチ体重7 8キロ甲子園で主に外野を守っていましたが内野手も守れるということですね、はい なんと1位に高校生の野手。はい。今までの私の取材と全く違いますね。<laughs> 即戦力のピッチャーという話を森監督からも聞いたんですが、はい、真逆ですね。はい。まあ、あのー、もう一回原点に変えろうじゃないですけれども、はい。ドームにあった、えスピードのある選手が欲しいと。はい <A>。ま、今年の京田選手のようにですね、<A> まあ森さんも走る野球っていう改革を進めてますし、はい <A>。もう息のいい高校生を、ぜひ取りたいと。 この2人はもうどうしても欲しい選手だと中村西川はもう喉から手が出るほど欲しいということなんですね、はい、ということでこういう順位になったと僕は取材の結果からそう判断しましたわかりましたそれでは続いて参りましょう第3巡選択希望選手中日宮台康平投手東,東京大学 ついに来ましたね東大の宮台三巡目指名ですか。はい、はい、ですね。改めてどんなピッチャーでしょう、まああのー、ピッチングフォームもバランスよく軸もぶれない、はい、でチェンジアップスライダー、はい、しっかりストライクが取れるということで伸びしろとしてはまだあると。大学でそんなに 厳しい練習もというか、えー、しないと思います。はい。で、これからまたプロに入って、はい。そういうプロの練習で、どんどん力をつけていけば、ええー。間違いなく先発、ローテーしっかり守れるピッチャーにな,なるんじゃないかと。はあ、球速はマックスでどれぐらいなんですか。150は出んです、ね。150出るんですよね。はい。身長が178センチ、体重84キロ、左投げ、左打ち。神奈川県出身、湘南高校から東京大学、法学部と。はい めちゃめちゃ頭いいですねいい <laughs> ですねこの話題性はさておき、はい、実力が伴ってる<う>ということですかそういうことですよねはあ<ー>久しぶりの勝ち点ですかええー、ししし取りましたねはいなんと中日の三巡目指名は宮台航平投手ということのようですさあそれでは続いてまいりましょう第四巡選択希望選手中日 山本匠投手一律西宮高校誰ですかこのピッチャー、はい、あのー、まあ中央でといいますか世間的にはあんまりメジャーではない、はい、ピッチャーだと思うんですけれども<え>小柄なんですよね身長,身長がプロフィールでいきますと1 6 7センチ。はい、はい、それでもですね<え>それを抜きにしてでもそのストレートの 低めから伸びてくるストレートスピンの効いたストレート、はい、あと変化球も多彩<え>でフィールディングも抜群ほうもう野球センスにあふれている選手だと、はい、であの強豪の兵庫県といいますと報、えー、徳学園と夏の県予選ですよね、はい、で準々決勝で当たったんですけれども、えーえー、延長10回2対1で負けてしまったんですけれども、はい その負けた試合、えー、負けたのね内野のミスだと、はい、野手のミスで負けてしまったというぐらいのあ<ー>それぐらいの実力のあるピッチャーでへー結構練習試合とか<ー>強豪の高校とかも挑戦してきたり、はい、その中でも1点2点に抑えたりという。 へということは関西では一律西宮の山本匠というのはもう有名な存在だったということですか、はいはい、結構有名だったへえ<ー> <laughs> 誰に例えるのが一番ピンときますかそうですねドラゴンズでいうと今谷本投手のように、はい、あのストレートが伸びてくるという感じのピッチャーで中田スカウト部長もですね、まあ、他の球団で言っても、まあ、右左逆になりますけれどもスワローズの石川投手であって、はい 楽天イーグルスの三馬投手。あ、三馬投手のようなピッチャーになれるんではないかと。ええ、うん、まあ。ぜひ試してみたいと。ほう。彼を。はい。ということで、まあ、将来性ですよね、ここそうですね。はい、身長が167センチ、体重70キロと確かに小柄。兵庫県出身の一律西宮高校、山本匠投手4巡目指名、はい、ということですね。 それでは続いてまいりましょう第5巡選択希望選手中日伊藤航介外野手中京大中京高校サンデードラゴンズでも取り上げました、はい、伊藤選手5巡目指名はいはいえー、まあ伊藤選手は俊足、まあ、で肩もあるとさらにパンチ力もあると 50m と遠投はそれぞれどれぐらいなんですか メートル秒ででで、すす早いね遠投も1 0 0ル以上、はい、投げれると <A> で、まあ、パンチ力も甲子園で、はい、バックスクリーンにホームランを打つ打ったり 1>, 1回戦広陵高校戦3安打1ホーマー、はい、バックスクリーンに叩き込みましたタイプ的にはあの彦野さんのようなあー地元の高校生で1 7 3ンチですから決して大柄ではないけれども、はい、パンチ力がある右投げ右打ち、はい 彦野さんですね。そうですね。まあ、カーン氏もがっちりしてますし、ね。はい。まあ、彦野さんみたいな一番バッターというか。なれるんじゃないかという、スカウトの評価。愛知県蒲郡市出身で、でね、アンダー18の日本代表では9試合全部出てるんですよね。はい。わかりました。さあ、それでは、小林ディレクターの予想では次が、指名は最後ではないかということで、ラストはこの選手です。 第6巡選択希望選手、中日、岡林翼、投手、小物高校。私、彼は取材しました。はい、小物高校まで来ました。はい、身長が182センチで体重は85キロ、がっしりとした体型で、はい、顔は小松達夫さんそっくりです。<laughs> はい。いいですね。いい子でした。ね、本当に。三重県松阪市の出身で、はい 穏やかな性格のんびりとしたマイペース屋さん、はい、ピッチャーとしてはどういう評価ですかまああのー、がたいもがっちりしていて、はいえー、パワーピッチャーだと、ストレス、えートも、えー、キレというよりもズドンとくるタイプだということで、はい、これももう、もっと磨けば、もっといいピッチャーになれるという、えーはい、将来性を含めた評価ですよね。はいえー 非常に素材がいいということなんでしょうね。はい。はいはい、改めて、一巡目指名が、広陵高校中村昌誠選手。二巡目指名、花崎徳春高校西川真奈屋選手。三巡目指名、東京大学宮台康平投手。そして、四巡目指名、一律西宮高校山本匠投手。五巡目指名、中京大中京高校伊藤康介外野手。六巡目指名が小物高校岡林翼投手。 なんと、6人中5人が高校生。はい。フレッシュです。はい。はい、うん。楽しみです。楽しみですね。はい、そうですね。今年はどれだけ当たるのか。はい、以上、CBC ラジオ若狭啓一のスポーン模擬ドラフトでした。スタジオに CBC テレビサンデードラゴンズのドラフト担当、小林淳二ディレクターが登場しました。小林さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。今年もスポーンで模擬ドラフトをやっていこうということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 今年のドラフト市場というのは、どんな感じですか、はいまあ、失礼な言い方ですけども、いつもよりは不作というか、<ー>はい、あまり、えー、去年に比べるとですけどね、そう、そろってはいないかなと。 いうところですかね優秀な高校生は進学を表明していたり <laughs>、はい、大学生も死亡届を出さなかったという選手も多いみたいですね,ですねはいなんですよで大学生の中でもですね上位じゃなかったら社会人という選手もちらほら有望な選手でいるようなので、はい、まあ他他球団も含めいろいろそのやっぱりいい選手っていうのが少なくなってきているというところで。 そんな中、我らが中日ドラゴンズの指名方針というのは、はい、ここまで取材した結果、どんな感じですかえーっとですね、まあ、即戦力というよりも、将来性を重視したドラフトになるんじゃないかと。ただ、5年連続 B クラスで、即戦力の投手も野手も欲しいなというファンの思いはあると思うんですが、はいはいはい スカウト陣は違ううんでですねそうですね、あのー、まあ今年ですけどもね、あのー、ピッチャーの中では柳投手であったり、えー、鈴木翔太投手小笠原投手、えー、森監督もおっしゃってましたけれども経験を積んだというところと、えーまあ、新,海国新外国人を今調査しているようですけれどもそれにも多分目処が立ってきたんじゃないか。 あとはまあ FA トレードも含めて、えーえー、ヤマハの鈴木投手も2、2> <A> 2 3球団、はい、と考えると、強豪となのにしても、まあ、2、3球団に中村翔成選手になってくると、まあ、可能性的には清宮と選手に行くよりも高いと。でやっぱり、あのー、最大の補強ポ,ポイントであります、キャッチャー。 まあどうしても欲しいと。いう考えだと思います。キャッチャーが欲しい。<laughs> はい、そして競合するなら、5球団競合の清宮よりは、2球団、3球団の中村。はい、さらに将来性重視ということでいくと、はい、即戦力の社会人ピッチャーよりも高校生のキャッチャーと。はい、そういうことなんですね。はい、改めて、広島県出身、身長181センチ、体重76キロ。 高校通算ホームランが44本、このうち6本を夏の甲子園で打って、はい、大会の記録を更新したという、はい、有名なキャッチャーにどうやら一巡目指名行くようだということですね。わ、はいね、かりました。それでは続いて参りましょう。第二巡選択希望選手、中日、西川真奈也内野手、花咲徳春高校、 こちらは甲子園優勝のクリーンナップ。はい、西川選手ですね。はい。改めてどんな選手ですかえーっとですね、あの、バッティングセンスが素晴らしいと。えー、9割方が芯に当てて、えー、詰まってもヒットになるし、はい。ジャストビートすれば間を抜けていく。ええ。という本当にバッティングセンスに優れたバッターで、はい。えー、まあ内野手も、 もともとやってたということなんで、ええ、内野手もできるという、はい、もう彼が本当に選手の目処がというかまあ立ってきたピッチャーに関してはですよと、えー、と育成のピッチャーで、えー、濱田智弘投手であったり木下雄介投手であったりと。 いう選手の、まあ、支配下登録が今年あるんじゃないかということも含めて、まあ、ピッチャーの数も揃ってきたんではないかと、まあ、それもあれですよね補強という形になってくると思うので、まあ、改めてドラフトで即戦力のピッチャーを取りに積極的に取りに行こうという方針ではないようです。何人くらいの指名になりそうですかまあ大体 最大で6人ぐらいっていう話ですね最大で6人はいつまりリストアップした選手が他球団に取られると5人で終わる可能性もあるともあるということですということですねはいかりましたそれでは参りましょう今年も入れます CBC ラジオ若狭敬一のスポーン模擬ドラフトスタートです <laughs> 第一巡選択希望選手中日 中村昌成捕手広陵高校小林さんはい中村で来るんですか来ますねおそらく広島が早々と、はいはい、中村昌成選手の一指名を公言しましたはい競合しますね競合しますねはいただその競合の可能性と言いましてもえーまず清宮 選手がおそらく5球団ぐらいになるんじゃないかという読みと、はいで、あとドラゴンズが1位指名にあ候補に挙げてました、えー、田島投手、JR 東日本,東日本 2> が2、3球団、はいでえー、もう一番欲しい選手だと。あそうなんですか、はい、指名順位が2位なんですけど、結構高いですね。えーあのー、他球団 っていう位は位っ,っていうのはピッチャーっていうのがおそらく多くなってくるで1位2位でピッチャーが取れれば3巡目で野手っていく可能性が高いんですよね結構ドラフトっていうなので3巡目まで待つと取れないとはあだから2巡目でいっとかないと取れない選手だしぜひ欲しいとどうしても欲しししいいとどうてもそういうことなんですね、はいはい 大阪の出身です。右投げ左打ち。身長180センチ、体重78キロ。甲子園で主に外野を守っていましたが、内野手も守れるということですね。はい、なんと1位に高校生の野手、はい、今までの私の取材と全く違いますね。<laughs> 即戦力のピッチャーという話を森監督からも聞いたんですが、はい、真逆ですね。はい、ま、あのー、 もう一回原点に帰ろうじゃないですけれども、はい、ドームにあったスピードのある選手が欲しいと、はい、まあ今年の京田選手のようにです、ね、<A> まあ森さんも走る野球という改革を進めてますし生き、はい、のいい高校生をぜひ取りたいとこの2人はもうどうしても欲しい選手だと中村西川はもう喉から手が出るほど欲しいということなんですね、はい、ということでこういう順位になったと僕は取材の結果からそう判断しました分かりました それでは続いてまいりましょう第3巡選択希望選手中日宮台康平投手東京大学ついに来ましたね東大の宮台3巡目指名ですかはいですね改めてどんなピッチャーでしょうまあ、あのー、ピッチングフォームもバランスよくはい軸もぶれない ええ、でチェンジアップスライダー、はい、しっかりストライクが取れるということで伸びしろとしてはまだあると、はい、でロック大学でそんなに厳しい練習もというか、ええ、してないと思います、はい、でこれからまたプロに入って、はい、そういうプロの練習でどんどん力をつけていけば、ええ、間違いなく先発ローテー。 しっかり守れるピッチャーじゃなるなるんじゃないかと。はあ、球速はマックスでどれぐらいなんですか。百五十は、ね。百五十出るんですよね。はい、身長が百七十八センチ、体重八十四キロ、左投げ左打ち。神奈川県出身、湘南高校から東京大学法学部と。はい めちゃめちゃ頭いいですねいい <laughs> ですねこの話題性はさておき、はい、実力が伴ってる<う>ということですかそういうことですよねはあ<ー>久しぶりの勝ち点ですかええー、ししし取りましたねはいなんと中日の3巡目指名は宮台康平投手ということのようですさあそれでは続いてまいりましょう第四巡選択希望選手中日 山本匠投手一律西宮高校誰ですかこのピッチャー、はい、あのー、まあ中央でといいますか世間的にはあんまりメジャーではないピッチャーだと思うんですけれども、はい、小柄なんですよね <A> 身,長身長がプロフィールでいきますと 167cm はい、はい、それでもですね <A> それを抜きにしてでもそのストレートの 低めから伸びてくるストレート、スピンの効いたストレート。はい。あと変化球も多彩。ええ。で、フィールディングも抜群。<ー>もう野球センスに溢れている選手だと。はい。で、あの、強豪の兵庫県といいますと、ええ。報徳学園。はい。と夏の県予選ですよね。はい。で、準々決勝で当たったんですけれども、えええー。延長10回。